皆さんこんにちは今日はですね鉄道旅行の思い出話を一つしたいと思いますであのこれ国境の通過に関する件なんですけれど2010年の話ですもうだいぶ前ですね10年前の話なんですが一つしたいと思いますであの国境がまあヨーロッパでどういうふうになっているかっていうことは、まあ、ご存知の方は多いと思いますけれど簡単に説明しておきますとあのヨーロッパ連合というその連合体がありますね でその中にチェコも入っているんですがこのヨーロッパ連合に加盟している国の多くはあの宣言条約という条約に加盟していますで宣言条約って何かっていいますとその国境のパスポートコントロールを廃止しても良いというそういう条約ですでこれによってですね例えばチェコからチェコはこの条約に2007年に加盟していますけれど でこれによって、ですねチェコから例えばドイツに行く場合、その国境はあのフリーパスとそので、パスポートチェックしたハンを押すとかいう、そういう作業はあの廃止になっています。でまあ、これ、ただ廃止で、あのもうあああの完全に廃止ということではなくて、あの国の権限で,です、ね、必要な場合、復活することができるということになっていて。 あの現にですね今、コロナウイルスの問題であの国境全部閉まってますけれどこれはそ,のそれに基づいてその検査を再開するつまり検査をするんだけどしかも入国はまあ一切認めないというそういう状態になっていますでまあこのコロナウイルスの前にもいろいろテロリストの活動などの情報によってですね急にあの国境の検査が復活したりとかそういうことが何度か行われていますあの完全に封鎖ってなるのはのの2007年以降初めてのことだと思います でですね、あのヨーロッパ連合の外側ですね、のの EU から宣言条約のけん県内からこの外に出る場合は、当然、その国境で検査が行われているわけです。でそれで,です、ね、今回お話しするのは、ウクライナからです、ね、あのポーランドへ行く国境の話なんですけれど、でこれ、2010年でポーランドもすでに宣言条約に加盟していましたので、ポーランドからチェコの方面へは国境のパ,スあのパスポートチェックとかなかったんですけれど、 あるいはその税関の検査もありませんでしたが、えー、ウクライナは当然これあのシェンゲン条約の外側、まあ、ヨーロッパ連合にも入っていませんのでこの国境の検査は通常通りやっているわけですそれでですねあの、まあ、ウクライナは私結構好きなのでソ連の旧ソ連の電車に乗れるということで、えーまあ、頻繁にとはまでは言いませんけど、まあ、多分10回ぐらい旅行していると思うんですけれどその時は確か2回目か3回目だったんですが タバコのねこれあのどういうことかっていいますと日本もそうですけれど外国からですねタバコとお酒に関しては一人で持ち込める量に制限があるわけですねでその制限を超えると関税を払わなくちゃいけないということになっています。でそれはですねあの国によってそのお酒それからタバコにかける税金の額っていうのは額というかあの割合は 大きく異なっていますので、これを野放しにしてしまうとです、ね、外側、外国で安いあの、同じ銘柄なんだけど、税金がかかっていないものを大量に仕入れて、日本に送ってで、日本で売りさばく、あるいはその逆ですね、そういうことが行われてしまうということで、このお酒とタバコに関しては、どの国でもです、ね、あの持ち込みに制限を設けています。 でヨーロッパもですね、えー、その外国から入ってくる場合確かね1人1カートンかなんかだとと思うんですけれどタバコに関しては、ね、制限がありますコのこの持ち込みっていうのはね結構ねあの頻繁に行われてると思うらしいんですよねあのウクライナは確かタバコものすごく安いんですよねあの税金が安いのかなどういう理由か分かりませんけど例えばマルボロとかでもあのフランスあたりの半額ぐらいで買えるらしいんですねでそういう事情がありますのでそのウクライナから EU 側へ タバコを持ち込むというケースは結構あったらしいですね、であのそのためにです、ね、国境の検査、非常に厳密にやっていまして、えー、例えばそのスロバキアに、ウクライナからスロバキアに行く、チョップからチェルニアナルティソーというところの国境があるんですけど、まあ、地図で今お見せしますがこの国境ね、ウクライナ側からスロバキア側に旅行すると、ウクライナ側の出国はです、ね、このチョップの駅で行います。 そしてスロバキア側の入国はですねこの物理的な国境線のすぐ横のところに列車を止めてでスロバキア側からその係員が車で出張してきてですねその国境線上でその列車のチェックをするんですけれどその暖房の蓋から、ですね暖房のカバーから天井からすべてその物を隠せるようなところをすべて開けてで中にタバコが隠されていないかどうかとというこを厳重にチェックしていました。 今回お話しするのは、ここではなくて、私がその摘発に遭遇したのはここではなくて、ポーランドへの国境ですね、でポーランドもこれ、ヨーロッパ連合に入っていますので、ポーランドへ入ってしまえば、あとその先のドイツ、フランスへは自由に移動できるということになっていますこちらがその地図で、右端の方にですねウクライナ側の国境の駅、ヤホディン、そして左側の方にポーランド側の国境の駅、ドロフスクが記されています。 それでですねこの時は2010年だったんですけれどウクライナに旅行行くということで帰りのこのキエフからワルシャワまでの寝台列車の,、ね、あの切符を出発前にプラハの駅で買ったんですよね、そしたらねもう出発のだいぶ前だったんですけどもすでに三段寝台の上段しか空いてないという状態だったんですね、で本当は下段が欲しかったんですけども上段しかありませんよというので、まあ仕方ないからそれを買ったわけです。それでで当日ですね あのキエフの駅でその列車に乗り込んでみましたらその私の乗ってたコンパートメントが3、まあ、段式のコンパートメントなんですけれどあの下段と中段にポーランド人の親子が乗っていましてでその上段が私という形になったんですねでまあそれはいいんですが他のコンパートメントはですねあの満席のはずなのにあほとんど誰も乗っていなかったんですね。でこれれおかしいなと思っっててあれ満席だって この上南しか空いてなかったんだけどなと思いつつ、まあ、そこを出発して行ったんですけど途中からねあの途中だいぶ走ってからポロポロそのお客さんが乗ってきて結局最終的には、ね、満席になったのかどうかは分かりませんけれど空いてるコンパートメントはないんじゃないかっていう感じになってましたね,でね通常これあのワルシャワからじゃなくてあのキエフからワルシャワへ行く列車っていうのは結構あの田舎の方を通って行くんですけれど、まあ、途中にそんな大きな街はあまりないんですよね。 ですから途中からそんな乗車がたくさん乗車するということはまあ普通ないんじゃないかなというふうふに思っていたんですがまあそういうことで意外だなというふうふに思っていたわけです。でそしたらです、ね、その乗っている人たちがです、ね、こう車内を結構こう頻繁に移動していましてでなんか、ね、この黒い、ね、このくらいの箱をです、ね、ビニールに包んだでこれをです、ね、あの車,車両の,その暖房のカバーをこう開けたりその天井の板をこうボルトを外して開けたりしてです、ね、そこにこう入れているんですよね、このくらいの箱ですね。 でこれ何やってんだろうなってその時まだ私はそういう知識なかったんで、まあ、気づかなかったんですけれどでおかしいなことしてるなと思って、えー、まあずっと走列車を走ってその国境に近づいたわけですねで私はですね冗談、まあの寝台ずっと寝てるのも大切ですから、まあ、結構夕方早い時間の出発で、えー、まだ明るかったのでその通路に立ってですね窓の外を見たり写真撮ったりとかしていたわけですよねしたそういうことをやってる人がたくさんいたと。 これがその時の写真なんですけど、この前の3両はですね、ウクライナ鉄道の車両で、旧ソ連の大型の寝台車です。私が乗っていたのは、このポーランドの寝台車で、ヨーロッパの標準タイプ、屋根の形がですね、ちょっと違うのは、次のこちらの写真をご覧いただくと分かると思います。 これが途中のコロステンと比較的大きな町の駅なんですけれどここで電気機関車からディーゼルに交換していましたでこのあと、ね、1本だけ動画が残っていましたのでこれをご覧に入れますけれどこの当時のカメラの性能が非常に悪くてですね、画像があまりよろしくないし,ないし音がうるさいのでその区間だけコメント入れませんがほんのわずか10秒ぐらいですけど動画をご覧に入れます <noise> 国境に夜ついてでウクライナ側の国境、まあ、あのこの国境はです、ね、あの寝台列車の場合あの、パスポートチェックも税関もその係員が車内に入ってきて、で寝台の,そのコンパートメントでパスポートを提示して、まあ、荷物の検査が必要な場合は、そこでチェックを受けるという体制になっているんですけれど、まあ、ウクライナ側も問題なく出国して、ポーランド側に着いたら、ねまあ、夜中だったんですけれどあの、税関の係員が大量に乗り込んできまして、 でさっきその乗客がしまったその暖房のカバーとかねあ天井とかこ全部開けてそこに入ってるこのくらいのこの黒いビニールの,あの箱をです、ね、全部回収してってそのホームにに山積みにして行ったんですよでこれはその時気づいたんですがこれはタバコのカートなんです10個入りの箱ね。でそれをこれは隠していたんだなと思って。 で結局それ要するに密輸だということで、まあ、摘発してたんだろうというふうに思うんですけどでその量がですね半端じゃなくて本当にこれ山になるような状態、まあ、少なく見積ももっても200カートであの、まあ、当然乗客はそれあの <laughs> そこに対して文句を言うことできないわけですよこれあので持ち主があのいればそれ申告してお金払えば当然通るんだろうけどでも結局それ誰も、えー、あの申告はしなかったらしいですね。 であの私たちのコンパートメントだけはね天井とかそういうところチェックすることはありませんでしたただその聞かれはしましたけど、ね、お酒とタバコありますか」っていうで私はあのお酒もタバコも全然あの関心がないというか自分では飲んだり吸ったりしないのでああのまあ、その時も当然持っていませんでしたから「ありませんよ」というふうに答えて、まあ、ノーチェックだったわけですけれどあそんであの 隠しただろうと思われる人たちはです、ね、その窓から,です、ね、窓からこう通路に立ってその窓からホームにあの山積みに咲いてるタバコの箱であろうそのものを見てです、ね、なんか憎しげな表情をしていましたけど、ね、で係員が乗ってきてなんか書類を見せてくださいとか言ったら「そんなものないわ」とか,なんか言ってそのあの部屋に入ってしまったっていうのを目撃しています。 でですねで翌朝、それまあ夜中で国境をまあ通過した後、えー、私たちみんな寝たんですけれどで朝起きてですねトイレ行ってみたらそのトイレの天井の板がです、ね、もう完全に外れてであのー、その板のこの天井板の真ん中にこのライトがついているんですけどそのライトのこの電,電線でですねぶら下がっているような状態でで試しに隣の車両を見てみたんですがやっぱり同様の状態でしたね。これおそらく、まああの あの回収し忘れたタバコがあるんじゃないかと思って、その密輸、密輸団といいますかあの、その人たちが探したんじゃないかと思いますけどね、その,そのようで、恐らくね、これ、ポーランド側には何らかの情報が伝わってたんだろうと思いますね、えー、こういう状況、まあ、鉄道会社もこれ、切符の売り方であの途中からあの売れていくっていうのはおかしいっていうのは分かっておりとして、ひょっとしたらそういう理由で報告していたのかも分かりませんし、あ別のルートかもしれませんけれど、まあ、その時一度だけですけどね、まあ、摘発に遭遇しました。 でただですね、去年の、のこ前回の動画でもお話ししましたけれど去年からですね、そのスロバキアの国境を通過してウクライナ側は結構、ね、数十キロこう入っていくあの台車交換しないでね、あの直通する列車があの復活してるんですよねで。これによってウクライナの西部とスロバキアの東部の移動あるいはハンガリーもそうなんですけれどハンガリーの東部ですね、でこの移動はね、だいぶあの便利になっています。 でそれにあたって、ですねあのこういう国境の管理ですね、えー、これもあの見直そうということをどうもその合意しているという話が、スロバキア鉄道のホームページで出ていました。で、実際にですね、あの去年のおと12月ですね、去年、あじゃなくて、今年の1月ですね、今年の1月に、スロバキアから、ウクライナからスロバキアにこう入国したときはですね、この直通の快速列車に乗ったんですけれど、この場合ね、あの車両の、その、あの 板を外したいとか、そういうことは一切してませんでしたね。通常のチェックだけで終わっていました。で、ただしね。ウクライナ側の出国の時ですね。で、出国は基本的にタバコをいくつ持ち出そうが問題ないわけなんですけれど、あのその出国の時点でもですね。そのタバコとかお酒の取り締まりをやっていましたね。あの場合によってはこの荷物をチェックして。あの？ そのスロバキア側が認めている以上のものを持ってないかどうかってことをね、ウクライナ側でもチェックしていました。でおそらくそれウクライナでもそれをチェックするという条件で、あのスロバキア側のあの検査ですね、これを簡,簡素化しているのかなというふうに思っています。まあそれによってですね国境のまあ通過時間今のところねそう大幅には縮まってませんがでもまああのちょっとの,チョップの 乗り換えがですね、あの今までその普通列車で昼間通る場合チョップの駅で降りてその駅の中で出国検査税関検査やってたんですけどそれが車内でできるようになりましたから、まあ、あのかなり便利になったと思います。えー、というのがウクライナと EU 側の国境の状況でした。えー、ということで今回の動画はここで終了といたします。どううも皆様ごご視聴ありがとうございました。